ここからは和島秀樹の銘柄選びの豆知識です。和島さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、今日のテーマです。今回はですね、第3次クレーンゲームブームで注目される企業という内容でお送りします。クレーンゲーム、クレーンゲーム今流行ってるってご存知ですかっていう、私はあんまり実はよく分かってなかったんですけど、はい、ちょうど最近やりまして、3つ4つくらいぬいぐるみ取っちゃいました。テクがあるんじゃないですか。なんかいろいろね、難易度分かれていて、はい、優しいところで取ると取りやすいところに置いてくださってたりとか、クレーンのちょっと強さが強かったりして取りやすいんです。まあ、そこもすごい大きくて200台くらいあるって言ってました。へえ、はい、そうですか。ちなみにですね、でクレーンゲームの歴史からまず、今、3次ブームっていうふうに言われ方をしているそうなんですけれども、世界初のクレーンゲーム、もともとは1896年に作られたあのキャンディーのディスペンサーですね、はい、それが元になっていて、クランクを手で回す機械、で1920年にディガーという、ディガーというのは掘るっていう意味だそうですけれども、クレーンゲームが登場したと。これ1セントとか5セントコインで遊ぶことができて、そこから徐々に広まっていったということなんですけど、で、これいろんな協会があるもんで、あのクレーンゲーム協会という協会がある。これあの今そのクレーンゲーム協会さんのホームページなんですけど、日本では1965年には台東から発売された、記録が残っていて、でここにもありますけど、あのスタークレーン里見っていうのがあの中にあるんですけど、これあのサミー、今現セガサミーホールディングス遊戯機部門でありますけれども、その前身の里見ですね。里見っていうのはあのサミーの創業者のお名前、ですね。で、この辺りから始まり、で80年代の後半ぐらいからぬいぐるみが景品となって、新型のクレーンゲーム機が各社から登場をしてくると。でこの時期あの一般的なゲーセンですね、が衰退しつつある中で、クレーンゲームの登場で人気が出てきたということで、これ私もこれは知ってますけど、この UFO キャッチャーですね。懐かしい、はい、これ1985年に登場したということですけども、でこの80年代半ばから今度90年頃になると、アンパンマンとかストリートファイターのなどの著名キャラクターを用いた専用景品が相次いで投入されて大ヒットと。で景品の質も向上するということで、この80年代後半から90年代ぐらいまでがまず第一次のブームになったということだ。ここが一次ブーム。そうですね、はい、なんとなくこの頃の私ちょっとまだ見覚えがある感じですけど、ありますね。はい、で今度これ2000年代に入ると、クレーンゲーム機の進化でぬいぐるみがの景品が大型化したり、これちょっとすみません、よくわかんないですけど、冷蔵機能を持ったクレーンゲーム機がちょっと冷えたものでもなんか景品になったんですかね。でアミューズメントの施設営業というのが増えてきたと。で、ここの2000年代になると全日本クレーンゲーム選手権というのが開催された。こんな選手権なんです。でこの時期でが大体第二次ブームになっているということだそうでありまして、でそして今に続くのが2010年代ですね。これ、ワンピースというアニメのキャラクターエースというのが大ヒットしたんだそうでありまして、すいません、あのワンピース見てないんで分かんないんですけど、景品にフィギュア人気が本格化すると。であとは一般に手に入らない、市販されてないような希少価値の高い商品が投入されて、要はクレーンゲームが好きっていうよりはキャラクターが欲しくて、その限定品が欲しくて、そうですね、ちょっとだからそのために行くみたいな話になってきたということで、であと2010年代の後半、後ほどちょっと触れますけど、あの景品の原価の上限がアップされたということで、クオリティが向上をしたということだそうであります。これ今あの、映像ホームページの元であるクレーンゲーム協会ですけど、クレタツ検定、クレーンゲーム達人検定っていうのがあって、1級から3級まであるそうなんですけど、テクがあるかどうかっていうことなんですかね。すごいですね。はい、でそしてその今のお話あったように、クレーンゲームの景品の小売りの上限というのは徐々に上がって、今現在1000円だそうでありまして、これ警察庁が通達出すと。であのアップしてきたので、キャラクターグッズだけじゃなくて、お菓子とかラジコンミニカーとか、こうなんかコーヒーメーカーとか
なんか場合によっては鍋まであるそうで、なかなかちょっとね今までとは違うと。でさらに今 現代ではそのゲームセンターで実際にプレイするんじゃなくて、スマホとかパソコン上で操作するオンラインクレーンゲーム、まあ、これが結構普及してきていると。あの遠隔でそのあの画面上であの本当の機械を動かして景品取ると、で取ったら自宅に送られてくるという、郵送されるんですね。 そんな仕組みで、まあ、これあの店舗じゃないんで風営法の基準にならないで24時間いつでも遊べると確かいうことも、ポイントなんだそうであります。で、まあ、それで日本でゲームが流行って、クレーンゲームが流行って、でインバウンドの方もこれ楽しまれるわけですよ、うん、見かけます、ね、はい。で、結果そのクオリティ面白さとか、あとは景品のクオリティの高さ、まあ、これが評価されて日本製の機器が海外で進出するまでになっていると。アナリストによると今市場規模が3000億円程度になって、ちょっと拡大さらに続けているということでありまして、でさてここからはちょっと個別をチェックしようと思うんですけども、まずはあの株式市場で二大巨頭と言われるその一つがあのジェンダでありますね、はい、9166、はい、株価もねかなり堅調です。国内外でアミューズメント施設の開発や運営を行うということなんですけども、まあ、これ特に、2020年に大手のセガですね、あの要はセガサミー のセガのアミューズメント施設部門を買収したということで、ブランドをギゴ GIGO と書きますけれども、それに変更して今現在ではクレーンゲームが主力ということで、キャラクター景品の調達力に定評があるということで、あれが欲しいっていうのをちゃんと持ってくるみたいな話でありまして、池袋にギゴの総本店というのがあって、こちらが都心最大級というより約280台のクレーンゲームが並んでいると。でさらに今年6月アメリカで8000カ所以上の無人クレーンゲームコーナーを展開するナショナルエンターテインメントネットワーク社、略して NEN というのを2900万ドル約45億円で買収するということを発表しています。これちなみにあのジェンダー自身も子会社を通じて、キドルトンというブランドでアメリカに展開をしているということでありまして、この NEN の店舗でも、日本のグッズを景品としたクレーンゲームを設置すると、まあ、これ日本の可愛いというデザインが景品として扱っていくと、要はね日本で来てこんなの品質高いのあるじゃんみたいなのをこれアメリカの会社買収してそこに乗っけていくということでありまして、でちなみにあのジェンダー自身 の全体の25年1月期の営業利益計画は前期比3割増の70億円ということで、かなりやっぱり好調ですよね。そうですね、はい。でそしてもう一つの巨頭がラウンドワンでありますね、はい、4680、はい、うん、まあ、ラウンドワンというとなんとなくあのゲームのほかボーリングとかカラオケとか時間制スポーツのイメージ、そうですね、体を動かす、体を動かすイメージ、ね、はい、ありますよ、スポッチャーとかね、ありますよね、うん、で、それでこれあのなかなかすごいんですけど、24年3月期終わった期ですね、ここが18期ぶりの最高益更新と。でその前までそのあのこのいろんなカラオケだらあのいろんなことやってて、ですごいヒットしたんですごい多店舗展開したらすっとブームが一旦冷めちゃって、あとコロナ そういうことです。でコロナ禍もあって、まあ、かなり業績厳しい話になったのが、それを救ったのがクレーンゲーム、はあ、まあ、もちろん全てが全てそれじゃないのかもしれませんけれどもあのそしてさらにはアメリカへの参入というところだそうでありまして、国内では漫画キャラクターとかアイドルなどのコラボを積極展開して集客力を高めているということで、これもあの4から9の上期の営業利益は前年同期に 24% 増、130億円余りということで、まあこれもクレーンゲーム機などが牽引して2店目のクレーンゲーム機専用店がオープンしていますと。でこれ会社の決算説明資料なんかを見ると24年末までにミニクレーンゲーム ちょっと小ぶりのやつってことですかね、約4000台の増大を実施していて、10月時点で約2000台を導入済みだと。これ国内ですね。でアメリカですね、既存店の売り上げの対策として来年の7月までにミニクレーンゲーム合計約4000台の増大
をですね、順次実施をするということで、まあ、アメリカはかなりね、このトップの2社、ビジネスとして捉えられているということであります。でちょっと次がなかなか面白いんですけど、マーベラス、はい、7844、はい、まあ、株価は全く話しないですけど、これ、ですね、スマホとかゲーム向けのアミューズメント機器に展開してるんですけど、これ今年の5月半年前ですね、はい、回転に特化したクレーンゲームトライキャッチというのを発表をしています。回転、これ、ね、なかなか面白い。普通ゲーム機って俺になった通り当たり前ですけど、クレーンで取り行って、そうですね、こう右左動かして、右左行って取って、奥行きとかね、奥行きとか調整してカシャッとで取って戻してきてバッということなんですけど、これちょっと見ていただくとですね、これそうじゃなくてアームの回転のみで景品を狙う簡単操作が特徴と。アームがくるくるっと回るんですね。ここアームが回って、だからアームは動かないんです。くるくる回るだけで、うまいことこ うまく掴んでバランス持ち上げて掴んで上までこの天井のところまで持ち上げて、ここに当たるとパッと離れて景品ゲットという。これ何がいいかというと、スペース取らないので、はいはい、いっぱい置けるっていうのと、なるほど、アームが横に動く必要がないから、はい、でさらに自動景品充填機能がついてると、店員さん来なくても1個取られたらまた1個置くっていう、ね、パターンなので、非常にオペレーション上も OK だと。これちなみに今月から全国のアミューメント施設にで稼働開始するというふうにリリースには書いてありますということですね。もう一つ今度は景品、オンラインの方ですね、サイバーステップですね、はい、3810、はい、こちらが PC オンラインゲームの大手で、オンラインクレーンゲームトレバというのを展開をしているということで、海外でも拡大しているということで、自社運営による課金徴収というのが柱になっているということでありまして、今月7日には、各地の日本各地の特産品を景品として展開するふるさとキャッチャーコーナーも登場しているんだそうであります。あともう一つこれ景品の方 SK ジャパンですね、はい、7608、はい、あ今これふるさとキャッチャー出てます。で SK ジャパンキャラクターのぬいぐるみキーホルダーなどの専用商品の企画製造販売を手掛けると。これ株価全く動いてないんですけど、これ筆頭株主ラウンド1なんで、まあ、ラウンド1のゲームの商品はおそらくここが手掛けているのではないかと。こちらも上半期の営業利益 22% 増と結構好調と、なんか改めてクレーンゲームを見直したという、はい、そんなお話でございました、はい、ありがとうございます。